疲れ様でした。腹が減りました。食べるの早いから。いやいやいや、そんな早いじゃないですか、ね。思わずね、最後も言ったけど、お弁当準備する時間が、なんか日に日に早くなってる気がする。いや、もうね、早いこと確保しとかないと心配ですから。取りませんって、いやいやいや、ちゃんと数ありますから。いやいやいや、落ち着きます、ね。落ち着く。ぐらいのことですわ。ぐらいのことです。真夏の格好してますな。え、でもちょっと丈長くなった。あ、ちょっとね、ね、ちょっとね。そう、もうこれは私の中で初夏かな。初夏。初夏ですね。初夏。ここから夏は始まらないですけども、いや、もう、まだちょっと半袖がしまえない。まあね、でもまあぼちぼち週末ぐらいから涼しくなってくるんじゃないですか。土曜日が最高気温10度台、19、うんうん、17度でしたっけね。うん、そうなるとさすがにこの格好は寒いかなとは思うけど、上にちょっとなんか着ないとね、明日の朝も寒いそうですよ、ね、ちゃんと首までお布団かぶって、はい、枕蹴ったりせずに枕蹴ったのは私でございます枕3つあるから。はあ、そう、あのちゃんとレギュラーで引く枕と、あとちょっと大きい枕、外国 の, ああ、のベッドに憧れて、めっちゃベッド広いんです。で、枕もいっぱい置いてするんですけど、その第3軍の枕さんがちょっと今朝床にベタンと落ちてて、なんか今日広かったなって思ったら、枕3つ、あったかいですよ、枕3つもあるとどうかな温めてもらいますよ皆さん、枕1つであったかく寝てくださいどうやって